なんだろうか。すいません、MC 不得意なんです。残念。あ、ありがとうございます。どうしたんですか。はい、告知、あ、そうですね、次の曲が最後なので告知しましょうか。来年の今年はもう終わりです。来年いちごの粒では、1月11日にいちご狩りがあります。どこで、人数によって、変わってくるので、はい、ご応募お待ちしております。はい、ブログに、申し込みのメールアドレスかな、載ってるんで、そこから予約してくれた方に場所をお教えする感じです。あと、1月10日に、アイドルスナイパーっていうテレビ番組の公開収録を日本橋のプラッツでするんで、よかったら来てください。多分放送が2月とかになると思うんですけど、ぜひそちらを見てほしいです。テレビ大阪かな、はい、すごい。同じ日なんですけど、とぎ汁ここで。でもね、多分かぶんないと。私はもうちょっと早い時間やって。私は多分遅いですね。北さん何番目ぐらいですか。トリアと思います。遅いです。全然大丈夫。かぶってます。次の曲はちょっと安心。はい、オリジナルなので安心です。あ、皆さん安心じゃないかもしれないですけど。あ、自己紹介をしますね。自己紹介っておかしいですね。メンバー紹介ですよ。広瀬さんです。と、そごうくんです。この3人は空回りです。空回り、あ、私バンドやってるんですけどね。空回りのメンバーです。今日はとぎ汁はないので、はい、そしてドラムのブロディさんじゃないんです。ゴー君です。で、メグです。ケイコです。Yeah.
いちごの粒でした。なんで